大人気グローバルボーイズグループ INI が 6TH シングルザフレーム読みザフレームのリリースを記念し発売日当日の6月26日水曜日に ZEP ダイバーシティ東京にて INI6TH シングルザフレームプレミアムショーケースを開催写真14枚 こちらの記事内でレポートしているショーケースの写真をまとめてチェックするハート本イベントでは CD 予約購入者の中から抽選で会場に見にファンの故障お招待しタイトルザ・フレームにちなんだゲームコーナーやニューシングルに収録されている3曲を披露しましたステージにメンバーが登場した瞬間から大歓声が巻き起こると同時に色とりどりのペンライトに会場は彩られミニの興奮はマックスに その様子を詳しくレポートしていきます。INI プロフィール、日本最大級のオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた11人組グローバルボーイズグループ。デビューシングル、A から5作連続売り上げ50万枚超えを達成し、今回のザ・フレームで6枚連続記録を樹立。圧倒的な歌唱力と低音の効いたラップ。 力強いダンスパフォーマンスで国内外問わずファンを魅了する今一番ホットなグループ。メンバーは池崎正人、尾崎匠、木村正也、後藤健、佐野雄大、京都予本、高塚博文、田島翔吾、西博と、藤巻京介、松田仁。力強い抱負が込められたタイトル曲、ラウドでスタート。まずは発売初日でハーフミリオン超えを記録した 6TH シングル。 ザフレームのタイトル曲、ラウドを披露。口元に手を当て叫ぶ振りが特徴的で、INI 史上最も激しいとも言われる楽曲を力強くパフォーマンスしました。ちなみに、ラウドの曲中の掛け声、レッツゴー、を考案したのは松田仁さんだそうで、練習の時やってみたら、木村正也が爆笑してくれて。別のフレーズ案もあったけれど、最終的にこれが採用された。 と、とっておきエピソードを披露しました。続けてゲームコーナーでは、メンバーが2チームに分かれて、鏡文字早書き対決、フレーム内にいつまで乗れるか対決、ムカデリレー対決を実施。フレーム内にいつまで乗れるか対決では、池崎リヒトさんかける佐野雄大さんのペアが抱き合うなどメンバー同士のわちゃわちゃする姿に、会場は大いに盛り上がりました。ゲームコーナーが終わると、ライブパフォーマンス2曲目に、 メンバーの西博人さんが作詞、作曲に参加したという楽曲、ウォーキー・トーキーを初披露。キレのある激しいダンスや R&B の曲調に合わせ、心地よいリズムに乗せたしなやかな動きなど様々な表情でミニを魅了しました。そしてまたゲームコーナー2回戦に突入した後は、京都ヨボンさんが初めて作詞に参加した、I'm a Dreamer でライブパフォーマンスを締め。 夢に対する INI の率直な気持ちが込められた歌詞や、夢のために努力し願えば叶うという希望、夢を叶えるために努力する人の背中を押すようなメッセージが込められた曲を優しく歌い上げました。